行くか。地味に初めての究極の火山フォーリアンセで行きます。マジこのスキン作ってくれた人にほんまに感謝。初手はあれやな、無難に二人殴ってそっから怒りたいですよね。まず一人目、ここはでかい。よし、これはそこまで深く追わずに二人目探したいねと思ったら、こん中回してると。よしよしよし、さすがにどっちかは殴れるやろ。マジいきなり小屋いた。そしてクモトークン、ここクモトークンはかどるね。これはかどるよ、これはかどるね。さすがにポーチ移動したか。オッケー、これはかどる。マジではかどる、これは。よし、はかどる。OK っす。よしよしよし。さすがに移動速度バカ。あっと、あっと、引っかかった。謎の引っかかり。ちょっとこれもったいない。ただもう爆速なんで、これさすがに。で、板結構なくなってるよこれ、場合は。さあ、こっから楽しみの時間来た。逆やったな。いきます。これやばそう、これマジやばそう。やば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 い。もう地下おったて一人。どこよ、地下の。あははははは、地下おったて一人。もう釣るか、これは一旦。まさかの地下におった。お伏せの人が。まさかの地下に。あれ、でもここ触った？あ、おるな、二人は。これそこまで離れずに、アルティメット溜まる待って、で、カンパしたいね。これ使うわ。多分どっか潜伏しとるやろ。取った。トークもらって、でそこまで離れてないに確認して、よし、これ届くね。雲なんだよ私は。オッケー。で、これもう一回釣って、アルティメット。オッケー。めっちゃこっちに悶絶固まってんな。で、釣っといて。で、ロッカー開けてから、ボルト。おい、逃がさん。逃がさんのだ、私は逃がさんのだ。
惜しい。はい、気持ちいい。いや、鬼気持ちいいな。いいね。よっけ。よいしょっと。早くしちゃってるかな、あれ。うまいこと血だまりを回収しつつ、え、アルティメット火山気持ちいいね。回復結構こまめやな、相手早いというか。ずさん持ってきてもよかったかな。いや、もうこれ毎回クエンティ見つけられるのめっちゃでかいんやけど。しかも多分気づいてない、これ雲の存在。これ多分もう使っちゃって OK なんやろな、このタイミングで。別に雲意識せずに。ここでも多分使っていいんやろな。行くか。よし。え？よし、当たった。おっとおった。オッケーオッケー。気持ちいいね。ちょっとだけ悶絶に恵まれてないっていうところはあるんやけど。そこはちょっとね、もうしゃあないというか。そのあれができひんのがちょっとしんどいかなぐらいで。発電機の遅延ができひんから、ゴリ押しされたら、ちょっとしんどいかな、やね。起こすか。いや、でも爽快やな。もう圧倒的なんやろな、これ。その純粋に狩りを楽しむみたいな構成なんかな、これ。どちらかっていうと狩りを楽しむというか、キルを楽しむというか。遅延力がないんだよね。そこはちょっとまあしゃあないかなっていうとこやねんけど、そこだけネックで、他は全然ありやな。そう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 。やっぱこの爽快感が何よりの、この構成の持ち味。ただまあちょっと遅延、悶絶、まあちょっと運があれっていうのもあんねんけど、そこが弱点やね。ほんまに。爆速系に対して、割と抗えへんか。デッドロックとかでもいいかも。バレてないと思ってるから行くね。ワンチャンダブルキルあるな、これ。
スマ着か、その丘上移動は。スマ着だね。ようやく悶絶。オッケー。ただこっからはなかなか回せんと思う。サバイバーも壊す必要なかった。この板はちょっともったいない。結構ガシガシ回してくるかな。あんまり油断はできんなってとこやねんけど。回しないな。この次の怒りでどんだけダウン取れるかやな。これやな、ここでどんだけ取れるかやな。結構あれやな、サバイバーも。デッドハート打った。誰を悶絶に釣ってないからな。この人じゃ、この人やったらめっちゃ熱いな。これじゃないな。うわ、つけられた。どこつけた。そこか。これ止まるかな。仕留めるしかないここで。さすがに開かへんやろ。まだ。いや、これ、今、これね、これ、今、叫んだと思うね、エイダ。叫んだおかげで間に合わんかったね。よっしゃ。え、叫んだら手離すっけ？え、あの、え？離すよね、叫んだら。マジで危なかった。これ、落ち着いて、あの、アルティメット発動してから、いけたんがよかったね。じゃあ、いや、よかった。よし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 。いや、これもいい試合だな。ええ。よーし。あ、そうか。あの、通常殴りのダウンじゃないから、サージと相性悪いんか。これ、そうだね。なんかあんまり、サージ、微妙やなと思ったん、ここか。デッドロックとかでもいいんかもな。うん。サージじゃなくてね。それは思ったわ。ここちょっと反省だね。